日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に憲法第56条第1項の出席に関する議論について調査を進めます。本件調査のため、本日参考人として、東京大学名誉教授高橋和之君、および一橋大学大学院法学研究科教授多田野正人君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。高橋参考人、お願いいたします。ただいま召喚に預かりました高橋です。よろしくお願いいたします。本日の質疑では憲法56条の出席はオンラインによる審議への参加を含むのかについての私の見解を述べるように求められると理解しております。オンライン出席を憲法56条の制度として設置することに対しましては、私は重大な疑念を払拭しないでおります。その理由は2つに整理できます。第一に憲法56条の解釈の方法という側面の問題と、第2にその後の制度を導入しなければならない十分な理由があるのかという問題であります。まず56条の解釈の方法という側面でありますが、憲法56条の解釈は厳格でなければならないと考えております。その理由は3点あります。第1に56条はルールを定めた規定であり、解釈により拡張することを避けるべきだと考えるからであります。憲法上の条文にはルールを定めた規定と原理を定めた規定があると言われております。この区別はアメリカやドイツの高名な法哲学者が唱えているものでありまして、日本でも広く受け入れられております。ルールとは法的効果が発生するための明確な要件を定めた規定であり、その規定の適用にあたっては事実の要件該当性だけが問題となるような性格の条文であります。それに対して原理とはルールのような明確な要件を定めたものではなく、より抽象的レベルの一般的基準を定めたものという性格の規定であり、適用にあたっては他の原理との調整が予定されたものであります。一般的に言えば憲法上の条文で人権に関する規定は原理の性格を持つのが通常であり、統治機構の規定はルールの性格を持つのが通常であると解されております。日本国憲法は人権規定については公共の福祉による制限というものを定めておりまして、これは憲法13条でありますが、公共の福祉とは人権間の衝突の調整原理であるというのが通説となってまいりました。まさに原理であることを憲法自身が想定しているのであります。これに対して統治機構に関しては調整を予定した一般規定は存在しないので、ルールであることを想定していると解釈することができます。これに対して解釈すれば憲法56条は明らかに、ルールの性格を持つ規定でありますから、そのようなものとして厳格に解釈適用することが要求されるということになります。56条は総議員の3分の1とか出席議員の過半数と定めております。その意味は明確であり、その明確な意味に従ってこれまで運用してきたものと理解しております。故に状況の変化によりその意味を維持しえなくなったというような場合、解釈の変更で対処することは原則として許されないということになります。それが立憲主義の約束事だと私は理解しております。これを総議員と3分の1を切り離し、あるいはまた出席議員と過半数を切り離して、3分の1とか過半数はルールであるけれども、総議員や出席議員は解釈の余地があるからルールではないという主張もありますが、このように切り離すことは結果指向的な恣意的な解釈であり許されないと考えております。条文は言葉で書かれております。言葉というものは厳密には一義的であることは慣れられまして、また時代とともに変遷いたしますから、のるような条文にも解釈の余地はあるものです。しかしルールか原理かという問題は条文に客観的に備わっている性質ということではなくて、解釈態度の指針を与える区別だと私は理解しております。
解釈が真に流れることを阻止し、それにより一見主義的な解釈運用を担保しようとするのがこの区別の意味であります。厳格な解釈が要請される第二の理由は56条自体の性格です。この規定は会議体が合法的に活動するための最低限の要件を定めた規定であります。会議体に権限を与える場合には会議体の成立要件と月の要件というのはもうこれは不可欠であります。憲法制定者は少数者法のためにあるいは権力の乱用を防止するためにそれを憲法に定める必要があると考えたものと解されます。この規定を議員の活動を保障するための規定と読むのは全くの誤りだと私には思います。確かにこの規定により少なくとも3分の1の議員の出席が保障される結果となりますが、それはあくまでも結果論であって、それを目的とした規定と読むのはこの規定の本質をねじ曲げるものであります。オンライン出席を認めることは憲法56条に反しないと主張する者は、その理由として56条が出席を要求する趣旨は議員自らが議論し、その過程を通じて議案に対する賛否の意思を形成し、最終的に自らが評決に参加することにあると言いますけれども、かかる解釈は56条の解釈としては無理であります。そもそも56条は議員に出席を要求などした規定でないことは、これはもう一目瞭然であります。にもかかわらず、かかる目的を強引に読み込んで、この規定に適合する機能を果たす限り、ビデオ出席と認めるというような理論構成は、あまりにも強引な解釈に私には思います。第3に、技術の変化に対応して56条の解釈を柔軟に行うべきだという主張は、その根拠の一つとして憲法が広範な議員自立権を認めているということを挙げております。憲法は議員に広範な自立権を与えており、故に、議員運営に関する56条の規定も自立的に解釈運用することが許されるんだというわけです。しかし議員自立権は運用の柔軟性を認める根拠とはなるとしても、憲法条文の解釈の柔軟性を認める根拠とはなりません。確かに国会手続きについての条文は日本国憲法には非常に少なく、ほとんどを自立権に委ねております。しかしこのことは、だから憲法条文の解釈も自立権に委ねられるんだという解釈の根拠とはならないと私は思います。自立権は権力分立との関係で構成されている概念でありまして、具体的には裁判所の介入は受けないということを意味しているのでありますけれども、決して院による憲法の柔軟な解釈を許すという意味ではありません。むしろその逆で、チェックアンドバランス、権力分立が働かない分、国会による厳格な解釈が要請されるはずのものであります。憲法制定者は基本的には自立権に委ねながら、これだけは守るようにという意味で、わずかの規定を精選して憲法に取り入れたのであり、その意図はこの規定だけは厳格に守ってくださいということを示したものと理解すべきなのであります。以上のように憲法全体の構造における56条の位置に照らして解釈すると、憲法56条は厳格な解釈が予定されている規定だということになります。その精神に従った解釈を行うことこそが立憲主義を守る道だと私は信じております。憲法改正問題に神経を尖らせるあまりに、その場しのぎの解決策として柔軟な解釈を採用するのは許されざる解釈方法の導入という先例をつくことになり、一時の利益と引き換えに長期的には立憲主義を掘り崩すありの穴となることを危惧いたします。56条について厳格な解釈が必要であることを述べてまいりましたが、
この要請にもかかわらず、どうしても例外を認めなければならない場合がありえないわけではありません。それはテクノロジーの発展等の時代状況の変化により、当初は予定されていなかった他の憲法条文との衝突が生じるということもあり得るからであります。そのような場合、衝突が極めて限局された部分的なものであり、解釈上ルールに対する例外として対処することも許されるのではないかという場合があるかもしれません。しかしその場合でも、憲法のどの条文との衝突を調整しようとしているのかは明確に説明する必要があります。私が考えるのに、例外の根拠条文として考えうるものの最有力は憲法14条の平等原則であろうと思います。しかしこの問題を国とする場合、議員の議会活動を保障するという観点と、国会の機能麻痺を防止するという観点を区別して考えるのが議論の混乱を避けるのに必要であると思います。まず議員の活動の便宜を図るという観点から考えてみましょう。これは出産を間近に控えているとか、何らかの障害を抱えており、あるいは病気のために出席が不可能、あるいは極めて困難であるような場合に、オンライン出席を認めて議員活動を可能あるいは容易にしようという考えであります。以下では弱者への便宜供与、便宜供与と呼ばせていただきます。確かにこうした弱者の方々は国会への出席等の議員活動にさまざまな難儀を感じておられることと思います。したがってオンラインによる活動を含めたより一層の便宜供与を図っていくことが望まれます。しかしそれは憲法56条の出席には該当しないけれども、その他の点では法的な出席と認めるというような制度設計も十分可能でありますから、そのような形でどんどん推進すべきだと思います。それでも56条の出席とは認めないということになりますと、議決の票数に数えてもらえないという不利益を受けることになります。オンラインで有効な投票ができるということは、シンボリックな意味では意味がありますけれども、しかし実質的な利益は小さいのではないか、少なくとも56条の例外を認めるほどの重要性は持たないのではないかと私は思います。弱者を保護するための便宜供与だと言われますと、反対を表明するのはちょっとためらわれるんですけれども、憲法56条を守りながらさまざまな便宜を実質的に実現する制度設計は他にもいくらでも可能であります。そちらの方向こそ目指すべき方向だと信じております。次に、国会機能麻痺を防止するという観点からの検討ですが、これは感染症の蔓延や地震などの大災害により定数数を満たす議員が集合できなくなり、国会の機能が麻痺するような状態に対処するためにオンライン出席を制度化しようという議論と理解いたします。しかし今回のコロナの事態でも国会が定数数を満たすことができないということは生じておりません。阪神大震災の時も東北大震災の時もそのような事態は生じませんでした。もっとも、もしオンライン出席の制度があればより便利であり迅速な対応が可能であったということなのかもしれません。確かに便利ではありましょう。しかし憲法は政治権力の行使を統制するものでありまして、権力行使の便宜のために統制を発そうというのは憲法の精神趣旨に反する考え方であります。統制を緩めても弊害は生じないんだというのであれば別ですけれども、制度の悪用の危険性は弱者保護を目指した制度設計の場合よりもはるかに高まるであろうと思います。権力行使の要件を緩めればそれに比例して乱用の危険も増大するというのが常識であります。もし緊急事態への対処という問題の一環だということであれば、真正面から緊急事態の問題として提示し、
まず緊急事態についての国民のコンセンサスを形成しながら、その中の問題の一つとして56条の議論を詰めるのが筋であろうと思います。私時計持ってないんで、時間が来ているかどうか分かりませんけれども、とりあえずここで終わりにさせていただきます。次にただの参考にお願いいたします。はい、では私からお話をさせていただきます。まずは本日はお招きをいただきましてどうもありがとうございました。私の方からは高橋先生とは少し違う観点からお話をさせていただこうかなというふうに思います。何も新しい問題でございますので、試論の域を出ないものでございますが、参考になりましたら幸いでございます。で、本日のテーマでございますけれども、特にお話ししたいと思いますのは、この憲法56条がいう出席にですね、いわゆるオンライン審議のようなものが入りうるのかと、こういう解釈問題でございます。で、56条につきましては、議事と議決という2つの要素がございます。で、本日は2つを一括してお話をしようかというふうに思っております。で、もちろん双方についてオンライン審議が可能だとしてもですね、議決のみに、それを導入すると、こういう選択は十分あり得るところでございます。それから本会議以外はどうなのかというご疑問もあるかと思いますが、やはり一番ハードルとして高いのは56条でございますので、まずはこちらについてお話をさせていただいた上で、他についてはそれに準じて考えていくと、こういうことになるのかなというふうに思っております。時間も限られておりますので、あらかじめ私の結論から先にお話をしておきますと、憲法56条1項の出席というのは、議員が議場に現存するということを前提にしている、想定した規定だと、まずはこういうことでございます。ただし一定の条件のもとですね、やむを得ない事情があれば、議場外からの参加も許容しうるのではないかと、憲法解釈としてはこのように考えているところでございます。で、まず議論の前提として2点ほどですね、少し大きなお話をさせていただくことにいたします。一つは先ほど高橋先生からもお話がございましたが、憲法のこの統治機構全体をどう見るのかと、こういう問題でございます。で、憲法の統治機構の規定、特に国会に関する規定は非常に簡略であると、規律密度といった言葉も最近の憲法学では用いたりしますが、私なりに申せばそのテクストの余白が非常に広い憲法だと、こういうことになります。ここに選挙制度ですとか、それから例えば委員会制度ですとか、こういうものを配置することで憲法の統治機構の姿が定まってくるというわけでございますけれども、もちろん余白を全く随意に使ってよいというふうには私自身は考えておりません。で、言うまでもないことですが、個々の憲法の規定というのは当然問題になってまいります。それから一回バラバラに見えます個々の規定つなぎ合わせてみますと、一定の制度のイメージが浮かび上がってくると、こういうこともあるのではないかと、こんなふうに考えております。また憲法が想定しております制度を具体化するにあたってはさまざまな仕組みがありうるわけですが、憲法との整合性を考えながら、制度を配置していく必要もあるのかなと、こんなふうに考えているところでございます。もう一つが先ほど来お話がありました、議員自立権と、こういうことでございますが、ここに憲法58条を引用させていただきましたけれども、議事運営についてはそれぞれの議員、ハウスが、自律的に決定する、こういうことが憲法上認められていると、いうことになります。加えてテクストの余白が広いということになりますと、この自立権の範囲非常に広くなるわけですが、先ほども申しましたように、個々の条文は当然踏まえる必要がある、それから条文相互の関係から浮かび上がってくるような制度の在り方ですね、こういったものを踏まえて制度設計をしていく必要があるのだろうと、全体としてはこんなふうに考えているところでございます。次にですね、今度は解釈の問題に入ってまいりますが、この56条の出席の中にですね、議場外からの出席というものを含めうるのかと、こういう問題でございますが、前提は先ほどもお話をいたしましたように、原則というのはやはり物理的にですね、議員の皆さんがこの議場に現存すると、こういうことではないかと、物理的に出席するということがデフォルトになっているのではないかと、こう考えているところでございます。ただなぜそうかというのは考えてみますと、議場に物理的に来る以外にですね、審議や議決に参加することが、これできなかった、それ以外の手段を見出すことが、事実上難しかったと、
こういう事情が一つ背景にはあるのかなというふうに思っているところでございます。それから2番目ですが、これは先ほど申し上げました自立権に基づく出席を めぐる解釈ということでございまして、これは国会のご判断とは少し離れますが、例えば招集証書を見ますと東京に招集するということが規定されております。それから両院の議員規則を見ましても、議場にいない議員は評決には参加できないと、こういうことが規定されているわけでございます。両院の判断として、そういう解釈が取られてきたと、このことの重みも非常に大きいと、いうふうに考えているわけでございますが、なぜそういう解釈が取られてきたかというと、一つには先ほど申し上げた、議場にいない形でその審議や議決には参加できないと、こういう事情もあったかと思いますが、もう一つがより実質的なものとして、やはり議場に議員が現存して議論するということに非常に大きな意味があると、やはりこういう合意もあったのかなというふうに考えているところでございます。憲法は公開の原則、議事の公開の原則を定めておりますけれども、その下でですね、議場に現存する議員の皆さんがそれぞれ直接対峙する形でご議論いただく、傍聴人の方とかさらにその背後にいる、主権者国民の目を意識しながら議論をすると、ここにやはり議会制といいましょうか、国会審議の本質があると、こういうご理解もあったんじゃないだろうかというふうに考えているところでございます。で、にもかかわらずなぜ例外が認められるのかと、こういうことでございますけれども、一つはやはり長い間想定されていなかった、議場外からの参加が、技術的には可能に思えるような状況が生まれているということでございます。で、それに伴って社会の意識や状況が変わっている部分もあるのではないだろうかと。この社会の意識や状況の変化というのは非常に捉えにくいものでございますけれども、さまざまな法制度の中でも、オンラインによる参加ということが組み込まれ始めているように思っております。それからもう一つが自立権ということになりますが、先ほど来申しましたように、従来は自立権に基づく判断として物理的な出席と、こういうものを想定してきたわけでございますけれども、以上のような状況の変化を前提にしますと、それを根本から変えるということではありませんけれども、一部修正する、その周辺部分を少し拡張するということはあり得るのではないかと、こう思うわけでございます。ただその際どうしても問題になりますのは、先ほど来お話がありましたこの出席という言葉ですね、出席という言葉がですね、そういったその拡張を許すような余地を含んでいるのかと、こういう問題であります。で、憲法の規定の中には、特に統治機構の規定の中には、一義的に明確な解釈の余地を許さないようなものがございます。文言としては例えば3分の1とか過半数と、こういった言葉でございます。しかしその文法の部分に着目しますと、例えば総議員あるいはその出席と関わるところで言いますと出席議員ということについては一定の解釈をめぐる議論がございます。で、例えば総議員ですと、これは法定議員なのか現在議員なのか、こういう議論ございますし、出席議員めぐっては棄権者を含むかどうかという問題がございまして、含まないというのが現状の扱いかなというふうに受け止めておりますけれども、やはり一定の解釈の幅というのがあり得るのではないか、根本変えるということはできないにしても周辺部分をですね、拡張する余地が全くないとは言えないのではないかと、こう考えるわけでございます。ただもちろんですね、原則といいますかデフォルトの形はございますので、ではどういう場合に、その例外が許されるのかということはしっかり考える必要があるであろうと、こう思うわけでございます。で、一つは言うまでもないことですが、その措置が例外的なものであると、こういうことになります。当然範囲や時期をきちんと限定すると、こういうお話になってくるかと思います。で、数年前その出産に伴うオンライン審議参加ということがご議論になりましたけれど、これなどは比較的範囲を確定しやすい、こういうお話かなと思います。あるいは感染症に伴うですね、オンライン審議というものも考えられないわけではないだろうと。それから、あるいは災害に伴うようなものも一つ入り得るかもしれませんが、もちろんこれはあくまで例示ということになります。ただあくまでこれは厳しい原則があってその例外ということになりますから、範囲を限定していただくと、こういう必要が出てくるのかなというふうに思います。で、今一つがですね、やはりこの議場に揃っていただくということが、憲法が想定している本来の姿だということからいたしますと、全く同等とはいかないまでも、
それに近い同等な条件を整えていただくということもやはり例外考える上では欠かせない点かなというふうに思っております。で、公開の原則というのが必要だということは言うまでもないことですが、特にこのハウスとしての意思決定を考えますと、議員自身による議決といいましょうか、この議決権の維新専属性のようなものを確保するということはやはりどうしても動かせない一線ではないだろうかと、まあこう思うわけです。まあ、それから付随的にはその議決の前提になる議事の様子をですね、議場外から参加される議員の皆さんに共有していただくような工夫も必要になってくるかなと。もちろんこれ実際にはいろいろ工夫が難しいところもあるかと思いますが、その点についてはかなり慎重にきちんとご検討いただく必要があるのではないかと、まあ、いうふうに思うところでございます。で、今一つですね、今のはその個々の議員の皆さんの事情に配慮した対応でございますが、災害等を理由にしてその国会の審議機能が維持できないような場合の対応としてはどうなのかと、こういうご議論も当然あろうかと、まあ、いうふうに思います。まあ、基本的には今話をしましたのと同じような対応の延長線上で考えていくことになるのだろうというふうには思いますが、どのぐらいこういうことがあり得るか正直分かりませんけれども、まあ、どうしても定速数ギリギリだという場合、まあ、若干その範囲を緩めるといいましょうか、こういうことはあり得るのかなというふうには思っております。ただそういったその非常時への対応というのはやはりその都度対応することは非常に難しいところがございますので、何より平常時から少し詰めた検討をしていただくということが何より重要ではないだろうか。オンライン審議のようなものが回避できる対応、まあ、例えばこのコロナ禍でもそうした対応がなされた、工夫がなされたというふうに承知しておりますけれども、そういったものが可能であれば平常時から十分お考えいただくということも必要じゃなかろうかと、こんなふうに思っております。まあ、以上が憲法解釈に関わる部分でございますが、最後はそれを前提にですね、制度設計に関していくつか留意すべき点があろうかと思いますので、こちらも簡単に少しお話をさせていただこうかと思います。で、一つはオンライン審議のようなものを考える場合どういう形式でそれを定めるのかということでございます。国会法のようなものに定めるというやり方もありますが、議員事実権に基づくものだとするとやはり議員規則ということになるのかなと思います。まあ、そういたしますと両院間のずれといったことも懸念されるところでございまして、まあ、理論上は違う対応するということはあり得るのですが、そういたしますとやはり国会の意思決定の正当性に疑問符がつきかねないということにもなりますので、まあ、このあたりはやはり両院で協議いただくということも重要じゃなかろうかというふうに思っております。それから一番問題になりますのは、先ほどのお話にもありましたように、一旦例外を認めると、それが際限なく広がっていくのではないか、厳格な範囲にとどまらないのではないかと、こういう問題でございます。なかなか十分なお答えが難しいところでございますが、一つはやっぱり例外的措置であるということを確認いただく必要があるのだろう、この点が重要なのだろうと、まあ、いうふうに思っております。前提としてこういう形で議員の皆様が議場に集まって議論いただくと、これが憲法が想定している本来の姿であると、できるだけそれを実現いただくと、こういう観点をまずきちんと共有いただくということが一つ重要かなというふうに思います。それからもう一つ言わずもがなのことでございますけれども、やはりこの議員自立権というものですね、これ例外を認める根拠にもなるのですが、同時にその例外を広げない重しのような役割を果たす部分もあるのではないかと、まあ、いうふうに思っております。ハウスに広い裁量的な判断権を認めると、まあ、こういうことでございますから、これはやはり議員の皆さんへの信頼抜きには成り立たない、まあ、こういう仕組みでございます。当然その信頼には責任が伴うという部分もあるわけでございます。そのあたり踏まえてですね、慎重な判断をしていくということが制度を担保する上でも重要ではないだろうかと、こんなふうに考えているところでございます。簡単ではございますが、私からのお話以上とさせていただきます。自由民主党の新藤義孝でございます。今回の憲法56条1項に関する集中討議は、日本国憲法の具体的な項目に対し議論を深め、憲法審としての方向性を整理する、この点におきましてこれまでにない画期的なことであり、本日の参考人質疑の意義というものは極めて深いと、まあ、このように考えております。今日は解釈で対応ができると、こういうお話をいたしましたけれども、しかし逆にですね、
憲法に書き込んでいけないという積極的な理由があるのかと、こういうご質問をいただきました。なかなかちょっとお答えが難しいのですが、私は憲法化するということについては2点ほど懸念を持っております。一つがですね、じゃあどういうふうに書き込むのかと、こういうことでございます。緊急時に限って書き込むということになりますと、かえってこれはそれ以外の例外を許容しないというメッセージにもなるわけでございます。こういった点についてはまずお考えいただく必要があるんじゃないだろうかと、こんなふうに思っております。それからもう一つはですね、冒頭に申しましたように、今の憲法の統治機構を前提にしてみました場合ですね、そこにですね、そのオンライン審議に関する憲法規定が入ることに対する違和感と申しましょうか、全体的にですね、規律が少ない形で憲法が仕組まれていると。であえてそこだけなぜ規定するのかという、そのアンバランスな感覚という、アンバランスな印象というのがどうしても拭えないところがございます。でただいま高井先生からもお話がございましたように、どういう事態を想定するかによってですね、対応は当然変わってくるわけでございます。ごくごく例外的な事態を想定して、あえてですね、規律密度が必ずしも高くない憲法の中にそのような規定を置くのが適切なのかどうか、ここはぜひ慎重にご判断いただければと思っております。私ども憲法審査会、今回この憲法56条1項の出席の概念につきまして、テーマのための討議を先々週やって、そして先週は論点説明を受けた集中討議をやりました。今日は先生方の参考人質疑でございます。で、私は今朝の幹事会で、次に、ぜひこの総括的な質疑を行って、憲法審として何らかのこの意見の取りまとめができるのか、方向性が見出せるかというための討議をやろうということを提案しております。こうした今までですね、私どもここまでの深く突っ込んだ、討議というのはなかなかできなかったんですが、こうした私たちのこの憲法審査会によるこの討議の今この問題につる取り組み方について、先生方どんなふうにお感じになっているのか、ご所感短くて結構でございますから、ちょっと触れていただきたいと思います。はい、新藤君の質疑時間が終了しておりますので簡潔にご答弁願います。まず高橋参考人。私は政治家ではありませんので、そういう場でどういうふうにやるべきかということについて全くお話できません。質問する相手を間違いではないかと思います。立憲民主党の吉田晴美です。昨年の総選挙で初当選し、今憲法審査会では初めての発言となります。緊張し不慣れなところもございますが、どうぞよろしくお願いいたします。この憲法審査会の委員の中には、憲法審査会を開くことが国会議員としての義務を果たすことだとおっしゃる委員の先生方もいらっしゃいます。しかし私は会見の議論をする前にやるべきことがあると思います。我々立憲民主党は国会議員の憲法擁護義務を規定した憲法第99条を遵守し、国会議員としての責務を果たしてまいります。日本維新の会の小野泰輔でございます。今日は高橋先生、田野先生、本当に急なスケジュールの中で、このご講演をですね、お聞き受けをいただき、また、貴重なお話をいただきましてありがとうございました。両先生の話からはやはり、この議会における大前提というのは、物理的な出席だということを共通を、しておりましたし、やはりオンライン出席というのはあくまで例外的な扱いだということを、しっかり認識した上で、考えていかなければいけないという、大変重要なご指摘をいただきました。生身の人間である以上、やはりその現場で空気にも触れながら相手の顔を見て、そして声のトーンを確認しながら議論していくことが、やはり国を動かしていく、あるいは地方でしっかり住民の皆さんの負託に応えるという意味では大事なことだというふうに思っています。さてこれからこの憲法審査会で議論を毎週毎週しっかりとですね、予定を組んで進めていただきたいというふうに思っておりますけれども、そういう中で具体的な制度設計とか運用の話についてもどんどん出てくると思います。そういうことでまず最初ですね、お二方先生方に他のこの憲法上の規定との関係というのを、これをご質問したいというふうに思います。
憲法63条の国務大臣の出席ということでございますけれども、これに関するその出席の概念との関係性をどう考えるべきなのかということに対してお伺いをしたいと思います。高橋先生のお立場からですと、これはルールだということで同じような考え方をするんだというようなご見解もあろうかと思いますが、両先生のお考えをお伺いできればというふうに思います。まず高橋参考人。はい、56条の場合はですね、この前提は、議員が集合して相互に確認ができるという状態であると、そういう前提で作られている規定だと私は思っております。まあ、そういう意味で、国務大臣の出席の問題とはちょっと性格が違うなという感じはありますが、まあ、いずれにしても56条の場合はですからオンライン審議は、この最も重要な前提を変えるということになるわけですね。伝統的に確立されてきた議会制を大きく変えるものだということであります。画面の向こう側はどうなっているかということは議員が相互に確認できなくなるわけですから、その前提が大きく変更されると。でそれはですから議会制というものについての伝統的に確立され議論してきたものの基礎を変更する意味を持ちうるんだと、そういうことを前提に頭に置いて議論をしなければいけないと。ですから私は56条については非常に慎重にルールとして厳格な解釈をすべきだと言いましたが、63条で国務大臣の出席義務というのは多少ニュアンスが違う。これは定職数や評決数に関係する問題ではありませんから、したがって、必ずしもその出席の意味を同じにしなければいけないということではないと思います。ですから国務大臣から情報をいただくというようなことで出てきてもらいたいということだけであれば、それはオンラインでも可能かなと思います。それを決めるのはとにかく議員の方ですから、議員がそれでもいいというかどうか、ダメだといえばこれ政治的な問題ですから、憲法の問題として議論するような問題ではないんじゃないかなというふうに感じます。はい、次に多田の参考人。はい、今のご質問でございますけれども、先にも申しましたように、やはり一番ハードルが高いのは56条の解釈かなというふうに思っておりますので、63条についてはそれに準じて考えると、まあ、こういうことになるのかなというふうに考えます。はい、小野君。ありがとうございます。大変興味深いお答えもいただきました。まあ、確かに56条が一番重いものでございますし、まあ、そういう意味だと先ほど議員の事実権がどこまで及ぶかというお話も高橋先生から冒頭にありましたけれども、まあ、これはですね、ある意味大臣にどういう形で出席を求めるかというのは事実権がかなり及ぶ範囲なのかなというふうにお聞きをいたしました。次にですね、あと1問だけ質問させていただきます。地方議会の本会議に関するですね、オンラインということでございます。すでに令和2年の4月にですね、総務省より通知がありまして、委員会については地方議会オンライン会議というものができるというふうにですね、これ通知がなされていてですね、で実際に大阪府議会においてこのオンライン会議というものが委員会においては実現をしているということでございます。ただ総務省がですね、その通知において地方自治法の113条および116条1項においてですね、この本会議の出席というものについて現に議場にいることと解されているというような見解を出しておりまして、でその理由として、まあ、本会議における審議および議決は団体意思の決定に直接関わる行為であるからというようなことをですね、まあ、言っているわけなんですね。まあ、ただこの憲法審査会でも目下この本会議のオンラインの審議が可能かどうかということを議論しているわけでございますけれども、まあ、この総務省の通知の考え方と
というものがですね、これがもちろん憲法審査会の方でこの議論をされていてですね、この国の、この国会の本会議とパラレルに考えうるものなのか、それとも例えば先ほど高橋先生がおっしゃったようにですね、この憲法上のルールというようなことがですね、この地方議会においては地方自治の本旨ということしか書いてないので、まあ、かなりこの柔軟に解釈しうるであろうということも考えられるんですけれども、この憲法のです、憲法上のこの審査会でのオンライン審議という議論とですね、この地方議会でのこの本会議のオンライン審議のこの可否というものがですね、パラレルなのか、それともこのレベルの違ったものでこの議論しうるのかというところについてですね、ぜひ高橋先生、そして田野先生のご見解をお伺いしたいと思います。はい、高橋参考人。はい、国会は皆さん、ご承知の通りですね、国権の最高機関ですね、最も高くて強い、権力を行使する。だから憲法で、最低限の手続きも、手続きは守ってくださいということが規定されている。それと対比すればですね、地方はそれとパラレルに考えるような問題ではないだろうと。しかし、地方が全く自由にやっていいということでもない。ですから、法律で地方自治法である程度決めるべきとは決めるんですけれども、まあ私の考えといいますか、感想として持っている点から言えば、地方自治法もあまりにも厳しく地方議会を規律しすぎているんではないかと。もっと地方自治を大幅に認めた方がいいんではないかなという感想を持っております。ただの参考人。はい、私の考えでございますが、共通する部分としない部分があるだろうと思います。しない部分というのは、今お話がございましたように、地方議会についてはやはり憲法上明確な規定がないということですので、ある程度法律等で対応できる部分があるんじゃなかろうかと、こう思っております。ただ一方でですね、先ほど私申し上げましたその例外が認められる条件というような話は、議会という会議体の本質に関わる問題でございますので、地方議会における制度設計を考える場合にも当然留意すべき事柄ではないだろうかと、そうしないと直ちに憲法違反だという話にはならないかもしれませんが、結果安易に例外を認めてしまい、その議事や議決の正当性に疑問符がつけられると、これは大変大きな問題でございますので、当然そこは留意してお考えいただく必要があるのかなというふうに思っております。宇野君。ありがとうございました。大変重要なご指摘いただいたというふうに思います。まあ、私ども日本維新の会も地方分権と、やはり地方のことは地方で決めると、総務省が通知を出してそれで指図をするのではなくて、まあ、本当にちっちゃな 議会であればですね、これ山の中で災害が起こって集まらないみたいなこともあるわけですね。そしてそうやって小規模な議会で自分たちの判断でオンラインをやれるっていうような余地を残すことも、まあ、田野先生がおっしゃったようにですね、あくまで例外的なんだというような認識をしっかりした上で進めていくことも大事だというふうに思っています。本当にありがとうございました。そして私自身はですね、このオンライン審議というものは、これはもちろん今コロナ禍において有効に機能するものだというふうに思ってですね、私どももまあ先週三木委員が申し上げたようにですね、早急にこれを進めるべきだというふうに考えておりますけれども、ただ昨晩もですね、ウクライナにおいてサイバー攻撃があって、この政府やそして民間金融機関とかさまざまなところがダウンしちゃっていると、こういう時にやはり機能しなくなるわけですね。ですのでやはり本質的なこの危機管理というものをですね、しっかりとこの憲法審査会でも国家の基本、そして何かをこの審議するときには必ず憲法上の規定がやはりかかってくると、私は今自分自身でも研究しているんですが、この国会の定速数についてもですね、これ考えるべきだなというふうに個人的には今研究しているんですが、まあ、そういったこともですね含めて、やはりどんどんこの議論をですね活性化させていく、活発にやっていくことが必要だというふうに思っております。今日は本当に行先生から大変貴重なご答弁いただきましてありがとうございました。ロシア軍による攻撃の情報が相次ぐ前、ロシアの国営テレビはプーチン大統領のテレビ演説を放送。
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Путин 大統領は、我々の国と国民に脅威を与えようとする者には、ロシアが即座に対応することを知らせなければならないと述べ、NATO ・北大西洋条約機構の加盟を目指し、アメリカなどとの軍事協力を進めるウクライナを非難、軍事作戦に乗り出すことを明らかにしていました。ただ、ウクライナ領土の占領については計画にないと述べました。一方、アメリカのバイデン大統領は、ロシア軍の軍事侵攻の開始を受けて声明を発表。プーチン大統領は破滅的な人命の損失と苦痛をもたらす戦争を選んだ。この攻撃がもたらす死と破壊の責任はロシアだけにあると強く非難しました。その後、ウクライナのゼレンスキー大統領と緊急の電話会談を行い、同盟国などとともにロシアに厳しい制裁を科していくと述べました。フランスのマクロン大統領も声明を発表し、軍事侵攻を強く非難、直ちに軍事行動をやめるよう求めた上で、フランスはウクライナと連帯し、戦争を終わらせるために同盟国とともに行動するとしました。さらに EU ヨーロッパ連合のミシェル大統領とフォンデアライエン委員長も、敵対的な行動を直ちにやめるようロシアに要求するとともに、大規模な制裁を科すと警告しました。公明党の北川和夫です。この例外を極めて限定的に考えていくとした場合に、今日もお話ございましたけれども、その例外事項のですね、決め方、どういうふうに決めていけばいいのか、またどういう方形式で決めていくのがいいのか。もちろん十分ご議論いただくということは前提の上でございますが、先ほどお話をしましたように、やはり基本は議員規則ということになるのかなと思います。ただ、緊急時の対応の場合、それができないこともございますので、おそらく委員の議決等でですね、これは後々先例という形で残っていく可能性もございますから、対応することもあり得るのではないかというふうに考えているところでございます。国民民主党代表の玉木雄一郎です。オンライン出席あるいはオンライン国会を認めると、具体的にどのような権力の乱用が起こるのか、その時に侵害される権利はどのようなことを想定されているのかということを教えていただきたいと思います。オンライン審議の乱用としてどういう具体例があるのかというご質問であったかと思いますけれども、細かいところいろいろあるかと思いますけれども、私が一番心配しているのはですね、セキュリティの万全が、実現できるのかどうかという点ですね。先ほどもちらっと話が出てきましたけれども、通信がダウンしちゃうというようなことですね。そうすると、そこでの討論、議説はどう扱うのかといったいろんな問題が出てくるんだろうと思いますね。しかし、さらにはですね、日本には そういう力がないから、外国が干渉することはないかもしれませんけれども、場合によっては、利害関係はあるような議論がなされる場合にはですね、不正介入で拡散するというようなことも起こりうるかもしれない。それはアメリカやソ連の話だろうと言われてそうかもしれませんが、そういう危険も私自身はメカニズムにあまり強くないものですからですね、そういうハッカーなんか、いろんな形で可能であって、それを防止するようなものを作り出してもまたそれを突破されるんだというような話をしょっちゅう聞くもんですからですね、そういった点、日本のセキュリティについては心配なことばっかりが新聞のニュースになっている。そうだとするとですね、国家だけは安全だということにはならないんじゃないかなと、そういうところまできちっと配慮した上で考えなきゃいけないんであって、まだそういう状況にはないんではないかなという気持ちがあります。
乱用として一番継続的には一番心配しているのはその点であります。日本共産党の赤嶺政権です。憲法審査会で個々の条文の解釈を確定していくというやり方は非常に問題だということをまず申し上げておきたいと思います。参考人閣議におかれましては貴重なご意見をお述べいただきありがとうございました。憲法審査会を代表して心からお礼を申し上げます。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。